皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回も PS2 版のガンダム戦記をやっていくよ。今回は前回の続きからだね。前回は雪山でしたけど、今回は一体どこに行くことになるんでしょうか。どうやらヨーロッパの山岳地域みたいだね。とりあえずブリーフィングを聞いてみよう。偵察部隊がリトアニア山中にて、連邦軍の補給基地とそこに待機中のビッグトレー級陸戦艇を発見しました。これは内定から得た情報にあった連邦軍の大規模反攻作戦発動時にデビル将軍が乗艦する予定のものと同型のものです。このビッグトレーが本物である確証がなく、連邦軍全体に不穏な動きがあるため、これを強襲するにあたっては大きな戦力は避けないそうです。我が隊単独での基地強襲、ビッグトレー破壊が今回の任務です。ビッグトレーの破壊後は撤退も許可されていますので、その場の状況で判断してください。今回のミッションはビッグトレイの破壊ですか。いくら僕たちが精鋭部隊だからって単独でこのミッションをやれっていうのはなかなか厳しくないか。まあ人手が足りないのがジオン軍ですから。それとそういえば前回のミッション後に新しいモビルスーツが配備されたみたいですよ。新しく配備されたのはあっさいか。正直今回のミッションは水場があるかは微妙だけど、せっかく配備されたし使ってみようかな。それじゃやっていこう。出撃お願いします。一気に突入し、ビッグトレイを破壊してください。いざ出撃。まずはビッグトレイに近づかないと始まらないし、とりあえず進んでいこう。ブリーフィングでは基地内に敵が多いって話だったし、ある程度近づくまでは敵はいないと思うんだよね。ということは一気に近づいてからの強襲で素早くビッグトレイを破壊ですね。圧倒にふさわしい作戦になってきたね。おっ、川があるじゃん。この川に入って進めば機動力も隠密性も確保できるんじゃないかと思ったけど、予想以上に浅かった。まあ機動力自体は確保できてそうですから、そんなことより敵モビルスーツですよ。想像より手前にいたな。でも固まってないなら好都合。このまま確保撃破していこう。とりあえずこの木が邪魔だからどうにかしないとな。このゲーム機に攻撃が吸われるから、どうにかして木のない場所から攻撃したいんだけど、いやこの木の量どうにかできるようじゃないな。となるともうジャンプして攻撃するしかないか。一応仲間も攻撃して木をなぎ倒してくれてますし、射程は通りそうですよ。ボスが無理だと思った木をなぎ倒して無力化するってパワープレイすぎるよ。というかあのガンタンクさすがに逃げすぎだろ。護衛のいないガンタンクは鉄の棺桶ですから逃げるしかないんですよ。こんなところで孤立してしまってかわいそうに。でおいまだ逃げるのかよ。そう、さすがにガンタンクは逃がすとどこから攻撃されるかわからないし、ここで仕留めておきたいのに。想像以上の逃げ足ですね。やっぱり平地だとガンタンクでも機動力を確保できるのかな。でももうそこには遮蔽物の木がないで。よし、これで倒せたはず。逃げることに夢中になって平地に出てしまうとは哀れなやつだ。さてと、あとは周りのジムをどうにかするだけだね。どうにかするジム多すぎませんかね。当初の作戦と違って基地の手前で見つかっちゃったから、防衛部隊が出てきちゃったみたいだね。幸い出てきた部隊は固まってないし、今のうちに数を減らすに限る。ふふ、圧敗だと侮るなよ。圧敗にはビームに加えて攻撃力のプロもあるんだぞ。ジムごときが相手になると思うなよ。圧敗ガンダム界のマスコット的ポジションにいますけど、普通に機体としては強いですジオン軍のモビルスーツの中じゃ結構早い段階でビーム兵装を持ってるからね。まあ脆いのが少し欠点ではあるけど、おやおや、そんな機体で水の中に入ったら狙われますよ。完全に見えてなかったですね。このゲーム圧倒は見つかりにくいとかあるのかな。よし、これである程度のモビルスーツは倒したし、基地に向かおう。よし、基地到着。分かってはいましたけど敵が多いですね。パッと見た感じ、基地内には遮蔽物がないし、ここからは死角からの攻撃に気をつけないとね。と、そんな連邦軍の基地でなぜかハマってるガンタンクを発見。これはみんなでボコボコに助けてあげないと。それのどこが助けなんですか。ハマってるのを取ってあげるだけだよ。その代償がでかすぎるんですよ。それにしてももう少しモビルスーツがいると思いましたけど、ガンタンク以外は航空機だけですね。だいぶ基地の外でジムを倒したし、もしかしたらみんな外に迎撃に出てたのかもね。増援が来たって言ってるけど、モビルスーツが来てる気配もないし、これはもうこの基地航空機と戦車しかないのでは。まさか一部隊であの数のモビルスーツを倒しきるなんて。まあ僕らはジオン軍の精鋭部隊だから、これくらい余裕ですよ。ていたたた、マジかビッグトレイ、普通に火力高いんだな。しかも意外と攻撃頻度高いし、これ早めに落とさないと結構こうやばいかも。おい、お前何ビッグトレイの前に行ってるんだ。そんな何もないところに行ったら集中砲火を食らうぞ。やばい、こうなったら僕も火力を出してビッグトレイを破壊しないと。うおー、早く壊れろ。攻撃目標は依然として健在。さすがに硬いな。でもこれだけ撃ってるんだし、もう少しのはずだ。
なんとか破壊はできたね。ここからは敵を殲滅してもいいし帰ってもいいって話だけどどうしようかな。まあ一旦何機来たかだけ確認しよう。4機はちょっと無理。今回はミッションも終わってるってことだし、ここは勇気の撤退。頑張れ味方、僕は早めに帰らせてもらう。仲間を置いて逃げる隊長は見たくないですよ。隊長だからこそ生き残る義務があるんだよ。というわけでミッション完了。全部隊撤収します。作戦は成功です。私ももっと隊長の力になれるように頑張ります。ご苦労様でした。今回はなかなか評価が良かったからか、オペレーターの子もいい感じだね。新しいモビルスーツが配備されました。次の作戦から出撃可能です。しかも新しいモビルスーツまで配備されるって、この部隊マジで優遇されてるな。やはり精鋭部隊ですから、モビルスーツは最新のを回せって話になってるんですよ。その理論でいくと、この部隊黒い三連星並みの実力者集団なのでは。まあいいや、それじゃ次のミッションをやっていこう。次はどんな任務なんですかね。我が軍の貴重な物資を輸送中のガウ攻撃空母が連邦軍に捕捉されてしまいました。敵は大胆にも我が方の制圧地区内にて待ち伏せを行うべく部隊を展開している模様です。ガウの飛行ルートの敵部隊を強襲し、ガウが安全圏に離脱するまで護衛するのが今回のミッションです。ガウが無事に安全圏に到達したら、隊長の判断で撤退を行ってください。今回はガウの護衛か。連邦軍もジオンの勢力圏でガウを襲うってなかなか無茶なことをしますね。それだけ連邦軍も厳しいってことなんじゃないかな。大規模反攻作戦を計画してるって話だし、多分それまでの時間稼ぎをしたいんだよ。まあそれを許す僕ではないんだけどね。さすがに今回は水辺がないだろうし、圧倒はやめておこうかな。で、新機体はドムなのか。これはもうドム使うしかないじゃん。ドムなら機動力もあるし、ガウを護衛しながらの戦闘も楽になるんじゃないか。まさかジオニックフロントでは最強モビルスーツだったドムをこんなに早く使えるなんて。このゲームではどれほどの実力なのか楽しみだね。それじゃやっていこう。出撃お願いします。が飛来する前に火力の強いものを優先しつつ、できる限り敵部隊を排除してください。了解。ガウが来る前にできるだけ片付けをしておけってことね。そうなるとまずは敵を見つけないとだな。さすがに連邦軍もここに大部隊を送ってるってことはないでしょうし、サクッと終わりそうですね。ドムの活躍の場はないかもね。お、早速敵の反応だ。それでドムの実力を確認しますか。まずはバズーカから。今回のミッションは仲間もドムで固めてきましたから、めちゃくちゃ撃ってくれますね。バズーカだと連射もできるから仲間も結構援護してくれるね。とバズーカに気を取られてたら、いつの間にか敵部隊が全滅してた。まさか仲間がここまでやれるとは。これはこのミッション楽勝だな。どちらかというと敵を見つけるのが大変ですね。適当に動いてたら見つかりそうだけどな。あの全然敵がいないんですけど。しかもガウも見つからないし、これみんなどこにいるんだよ。敵の航空機はたまに見るんですけど、確かに全然敵が見えませんね。あの航空機も早すぎて追いつけないんだよね。いや待てよ、今回連邦軍はガウを落としに来たってことは、つまりあの航空機についていけばガウに会えるのでは。やっと見つけた、お前たちこんなところで戦ってたのかよ。まさかこんなオカルトみたいな理論で本当に見つかるなんて。そしてなんかガウが離脱したみたいですよ。これで離脱できるなら僕たちの護衛いらなかったよね。そういえばガウが離脱したから僕たちも離脱していいのか。まあ今回は敵もどこにいるかわからないし、ここは離脱。ほとんど何にもしないミッションでしたね。レーダーが狭すぎるんだよ。作戦は成功です。私ももっと隊長の力になれるように頑張ります。何にもしてないけどミッション評価は悪くなかったから、オペレーターの評価も悪くないんだな。はじめまして、私ソフトウェアエンジニアのメイカーウィンです。貴重なモビルスーツを壊さないように頑張ってね、隊長さん。新しいヒロイン候補が出てきただと。この子はこの子で好感度を上げていくと何かがありそうですね。一体誰を選べばいいんだ。まあとりあえずミッションをやっていこうか。次は撤退中の味方の支援みたいですね。今回は合流できずに終わるってことがないようにしないとな。オデッサの敗退により撤退中の友軍部隊の一部がアジア地区へ合流するべく移動中です。しかしこれを必要に追撃している連邦軍の部隊があります。我々はアジア地区の廃墟化した都市に潜伏し、友軍通過後に突入してくる連邦軍部隊と交戦。友軍部隊の撤退支援のため一定の時間を稼ぐのが今回の任務です。本格的な市街戦となります。障害物を有効に活用して極力被弾率を抑えながら戦ってください。撤退許可後は隊長の判断でタイミングを見計らって撤退してください。
今回はさっきと違って本格的に戦う一勝だね。となると僕の持ってるモビルスーツ的にドムが適任か。この部隊やけに水陸両用モビルスーツ配備されてません。使うところがないから回されてるんじゃないかな。と言っても僕も使わないんだけど、まあドムでいいか。それじゃやっていこう。モビルスーツ隊、出撃お願いします。味方部隊は通過済みです。あとは敵追撃部隊を一定時間足止めするだけです。一定時間足止めって言われてもな、別に倒してしまっても構わんのだろう。それ死亡フラグなのでやめてください。とはいえ制限時間がいつも通りなので全滅させる必要はありそうですね。まずは敵がどこから来るかを確認しないとな。おっと、左から反応が。死骸の地形確認してからでも間に合うと思ったけど想像より早いな。しかしこの何もない空間で会ってしまったのは運が悪かったな。このバズーカは避けれないだろ。まずは一気撃破。あんな近距離でバズーカを撃たれ続けるのは本当にかわいそうですね。こればっかりは武装の差を感じたね。マシンガンはやはり距離を取ってしまえばそこまで脅威じゃないし、広い空間なら僕が有利だな。おっか、当然か。受けてたと。ちょっと高速に乗るのは卑怯だろ。さら気にしてくれるわ。このゲームビルの倒壊とかにダメージ判定あるのね。モビルスーツの爆発にダメージがアクリアルだとは思ってましたけど、まさかそこにまでダメージがあるなんて。あっこの近さでビル殴ったらヤバいかも。いてぇ、今のところ敵に受けたダメージより建物倒壊で受けたダメージの方が多いんだけど。格闘は結構判定が大きいですし、紫外線だとあんまり使わない方が良さそうですね。紫外線こそ格闘で戦いたい場面は多いと思うんだけどな。まあでもここの広さなら引き打ちバズーカでもいけそうだね。なんとか目の前のジムを倒せた。ビルの倒壊に巻き込まれすぎて想像以上に苦戦させられたよ。でも今の戦いで高速は壊れましたし、高いビルも減ったのでだいぶ戦いやすくなりましたね。建物がなくなればなくなるほどドムには有利になるね。次はお前だ。なにこいつの動きただものじゃない。これはこいつに変に粘られる前に一気に火力を出して倒しきらなければ。ここら辺は倒壊しそうな建物もないし、隙ができたら格闘を入れたいんだけどいけるかな。いやお前本当にただのパイロットじゃないだろ。やばい、粘られたせいで他のジムも集まってきちゃった。ここは一旦距離を取って数の振りをなかったことにしないと。味方が孤立してた敵を倒してくれたか。そうなればこれで3対2でこっちの方がだいぶ有利。しかもお前たちはマックの端で動けないっていうね。まさかのビルスーツ戦で包囲全滅ができるなんて。包囲ってほど包囲はしてないんだけどね。それじゃ残った最後の一機を叩きますか。みんなジェットストリームアタックだ。こんな雑魚に使うような技じゃないと思うのですが。まあ練習はしておかないと。へ、ここまで近づいてしまえばもう格闘するしかないよな。やはりこのゲームの格闘コンボは映えるコンボしてるよね。途中でカメラワーク変わるの結構かっこいいですよね。さてと、残った敵はあの反応だけかな。よし、これでとりあえず見える範囲の敵は倒しきったね。まだ任務達成とは言われてませんけど、これだけ時間を稼いだら友軍も逃げ切れるでしょうね。さすがにドム3機は強すぎたかもな。あとは撤退って言われるまでゆっくりタイムかな。いやなんか言うんですけど、マジか。まだ敵のモビルスーツがいたのかよ。さすがに連邦軍もここでジオン軍を逃がしたくないのか、結構しつこいですね。ここまでやって損害もそれなりに出てるんだから逃がしてくれてもいいのに。しかもこいつ陸戦型ガンダムじゃん。これは今までのジムみたいに適当に戦ってなんとかなる相手じゃなさそうだな。みんなで火力を集中させるんだ。いくらガンダムとはいえドム3機の猛攻に耐えれるはずはない。バズーカで固めてる間に隙を見て格闘をねじ込む。これが唯一の勝ち筋だ。誰かが犠牲になりそうな作戦なんですが。それでガンダムが落とせるなら安いもんさ。それにしてもよく見たら他の友軍も集まって陸戦型ガンダムの周りすごいことになってるな。本当に風の暴力ですね。これが誇り高きジオン流の戦い方なんだよね。誇りも何も感じなかったんだが、まあ何はともあれ陸戦型ガンダムは撃破できましたね。もう一機なんかがいた気がしたんだけど、あっ、いたこいつも陸戦型ガンダムなのか。周りに連邦軍はいないみたいだし、こいつが本当に最後の一機みたいだね。それでさっきと同じように数で囲んで倒しちゃいますか。最終弾避けられたか。しかし避けてもその距離でスプレッドビームを当てるだけでもう一回格闘を入れれるんだよ。スプレッドビーム近距離強すぎないですか。まあ射程が短いからね。というわけでミッションクリア。お疲れ様でした。すごい戦果ですよ。なんだか少し希望が湧いてきました。ありがとう。オペレーターの好感度激増ですね。このシステムちょっとやる気出るよね。隊長さん、お疲れ様。早速戦闘データもらっていきます。プログラマーの子は普通と、あの子は何が条件なんだろうか。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。それで次回の動画でお会いしましょう。